ここに少し筋があるのでルビーマスタードフランス料理ではよくアッシェって言うんですけど、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、続いての一品は、はい、次はフランス語のプーレアラディアブル、ちょっと難しいなと思うんですけど、日本風に言うと鶏の悪魔風焼き、簡単に言うとマスタードパン粉焼きですね。この料理は、使う材料こちらですね。鶏のもも肉、ニンニク、生パン粉、パセリ、蜂蜜とマスタード。マスタードはなるべくフランスのビジョンマスタード、ご家庭で食べやすいように日本人の舌に合うようにちょっと今回ウスターソースも少し使います。あとカイエンペッパーで、最初にまず鶏肉は、なるべく、こういう鶏のもも肉で、もも肉の掃除なんですけど、ももってこうなってるんですよ、骨について。はい、こうなってるんで、ここが太い方ですね。これが足の先の骨ってことは、ここが関節がある場所ってここなので、ここにちょっと軟骨が必ず入ってます。こう指で触るとこう引っかかるのがあるので、この軟骨をちょっと包丁で外してください。こことかこの辺ですね、この辺軟骨。あとこことここの太さが違うので、ここに切れ目を少し入れると鶏が広がります。こうすることで、厚さを均一にして、火の入りを均一に、右も左も全て。はい、こういう感じですね。で、ここに少し筋があるので包丁で軽く切れ目を入れてください。はい、もう下処理はこれぐらいで大丈夫です。で、もう鶏のもも肉、これで1人前だと、もう本当にボリュームもあって、これだけでお腹いっぱいになると思います。お肉ってやっぱり牛肉のステーキでも何でもそうなんですけど、基本的に常温に戻してから焼く、これはステーキでも何でもそうなので覚えておいてください。今回この身の方にお塩軽く振ります。で、塩はフランス料理とか三つ指、こう3本の指で、これだとこう均一に振れるんで、僕らはこういうような塩を振りたくします。で、お塩をしてこのまま、そうですね、5分ぐらい必ず置いてください。それは置く理由はどういう意味？お塩することによって塩の浸透圧も関係で、こう水分が出てきますね。この水分が出てくることによって、この臭みとかも一緒に出てくるので、これをまた吸い取ってあげる。あとは塩味を入れるっていう両方の意味になります。次は塗るマスタード、これ作っていきます。これもあんまりレシピないんですね。これももう本当にマスタードだけがいいっていう人はマスタードだけでもいいんですけど、だいたいスプーン1杯分ぐらい。これはフランス産のマスタードっていうのは、はい、どういう違いが、特徴が出てくるんですか？和がらしとの違いは、和がらしってやっぱり食べると鼻にツーンってくる感じの、とんかつとかにつけるイメージがあると思うんですけど、フランスのマスタードって風味です、辛さじゃないです。なのでやっぱりフランス料理に使うマスタードとか、ドレッシングに使うマスタードっていうのは、フランスのディジョン産マスタード、これをおすすめします。ここに本当に市販のウスターソースでいいんですけど、少し入れます。これは隠し味程度ですね、なくてもいいです。もう本当にここはお任せします。蜂蜜、まあ、これもこだわれば、例えば県産のいい蜂蜜とか、もうこだわるとキリがないですね、本当に。とりあえず家庭でできる、家にあるもので今日はちょっとやってみたいなと思います。蜂蜜少し入れます。この悪魔風というのは、はい、ピリッとしたもの。そうですね、大体このフランス料理でディアブル風とかディアブル、なんとかディアブルって名前がついたのは、まずマスタードを使った料理だと
持ってもらえれば、毎回マスタードとか、そうですね、ピリッとした料理が悪魔風ディアブル、アラディアブルって言われるものです。はい、こういう感じです。これで塗るマスタードできました。で、次にパセリパルトも用意しています。この料理はちょっとあまり、これ何グラムに対して何グラムっていう細かいのがちょっとないんですけど、で、パセリ、この葉っぱの部分だけちぎっていきます。このパセリの茎とか、これも捨てるのもったいないので、鶏肉とかにこうつけて置いておくと、パセリの香りが鶏にもついて臭みも取れるので、もし時間があればこういうことにやってみてください。で、パセリをちぎったら、パセリは包丁で細かくちぎります。ご家庭でフードプロセッサーとか、そういう機械がある方はそちらの機械でも全然問題ないです。で、パセリとかやっぱりこの香りなので、できれば直前に刻むのをおすすめします。フランス料理ではよくアッシェっていうんですけど、みじん切りする、この作業すごい多いんですけど、基本的に包丁はこういう感じで、こう左手を軸にして円を描くような感じ。これは修行時代にかなり仕込まれた。そうですね、やっぱり最初に包丁を持ってやる仕事かもしれないですね、このパセリのみじん切りとかって。もう最初は僕なんかの時代は包丁をまず持った仕事をやらせてもらいたい、最初にやっとやらせてもらえるのがこのパセリのみじん切りとか玉ねぎのみじん切りとか、はい、これもすごい量を仕込むわけですよね。そうですね、お店によっては本当にものすごい量やります。もう本当に手にタコができるぐらいやらされます。はい、これぐらいですね。しないでも大丈夫なので、はい、こちらで、はい、ニンニクの、みじん切り、それを加えても美味しいんですけれども、今回は次の日なんかニンニク食べたって言われるのを気にされる方も結構多いと思うんで、本当に少しだけ香りだけつけるやり方でしたいと思います。ニンニク皮を剥いたら、はい、じゃあまずパン粉の方からやっていきます。ニンニク、ニンニクを入れて、オリーブオイル、少し多めのオリーブオイルで、これ弱火ぐらいで、ここもフライオイルが熱くなってからニンニク入れてしまうと、ニンニクが焦げて今度苦くなってしまうので、ただオイルが温まる前からニンニクを入れて、弱火でこう香りを移していく。例えばカレーとかも何でもそうなんですけど、こう香りをつけるっていうのはオイルに香りをつける料理って結構そういうところがかなり多いですね。そういう料理が、まあ、パスタとかも例えばオリーブオイルに鷹の爪とニンニクの香りをつけて、それをこう、まあ、オリーブオイル系のパスタのそれを絡めるとか、香りを移すのはなんかこう油ってこう頭の片隅に置いといていただくと、ちょっと料理やりやすくなると上手になるかなと思います。こういう感じですね。これ以上いくと苦くなっちゃうんで、で、一度ニンニクは引き上げます。ここで少し火は中火から中火ぐらいまで上げていただいて、そしたらパン粉です。この作業実はしなくてもいいんですけど、パン粉がこうパリパリになって美味しくなるので、ひと手間かけたい人は必ずちょっとこう炒めてもらいたいな。この時もやっぱり火加減というかフライパンの温度を意識して焼くと焦げずにいい感じになります。今これも温度上がってきたんで、ちょっと火を落として中火ぐらいになってますね。こうサラサラした感じです。そしたらここにパセリ入れます。パセリはこれ香り付けのイメージですか。はい、香りですね、パセリは。あと見た目も鮮やかね、鮮やかね、はい、で、パセリも加熱することですごく香りがふわーっと出てくるん で、ただちょっと長い時間にこれやりすぎると緑が飛んでしまうので、
と全体的にこういう感じで絡まったら終わりです。これがパセリパンと、はい、これで、準備は完了です。はい、そしたら次は鶏肉の下味、先ほどのこのお塩をした鶏肉ですね、このパセリとかは外してもらって、表面に水分が浮いてきてるので、これ余分な水分、これをこうペーパーで吸い取ってください。この一手間でこう本当にだいぶ焼き上がりとかも変わりますし、臭みが取れるっていうのがすごくいいですよ。はい、でここにカイエンペッパーです。これ少しカイエンペッパーは普通のペッパーよりも、辛みが刺激が入ると。そうですね、ピリッとした感じですね。とは胡椒ってやっぱり風味なんですけど、カイエンペッパーはまあ簡単に言うと唐一味唐辛子に近いですね、日本の。はい、これを振りかけます。これで鶏肉の準備完成です。じゃあ焼いていきます。先ほどのこちらですね、鶏もはオリーブオイル、フライパンこちらもだいたい中火ぐらいですよ。はい、でオリーブオイルを少し多めに入れます。で、ニンニク、これは一緒に入れて香りを、パン粉で使ったニンニクもまた再利用できるというふうにします。先ほどのニンニクを使っていいんですね。はい、もう大丈夫です。はい、使ってください。で今回はさっきみたいにすごく弱火で香りを移すっていう作業まではしなくていいので、フライパンがこう温まってきたら鶏肉、この時は必ず皮目から焼きます。皮目から焼く理由はどういうの？やっぱり皮と身の間に油があるので、この油を落としながら焼くっていう意味もありますし、皮目をやっぱりカリッと焼かないと美味しくないので、あとは少しこう押してあげるポイントは、そうすると皮と身の間にある油が落ちてくるので、でヘルシーにもなります。これは、中火ですね。中火から弱火の間ぐらいです。この料理はフランスだとご家庭で食べるのか、お店で食べるのか、どういう楽しみ方をされてるんですか？そうですね、本当に手軽に食べれるフランス料理だと思うので、もう家庭でも食べますし、あとお店だと、まあ、レストランで食べるお料理っていうよりは、カフェとかブラッスリーとかで食べるお肉料理ですね、これは。手軽で身近な。そうですね、まあ、日本で言ったらなんか1000円とか1500円のランチセットの中のメインみたいな位置づけです。はい、でこのマスタードをつけて焼くディアブル風、悪魔風、まあ、フランス料理ってこういうなんか何々風何々風って料理がいっぱいあって、まあ、なんか聞いたことない人だと 何だろうなと、何のことだろうなと思うんですけど、大体何々風はその地方の名前だったり、または例えばパロマンティエっていう料理いっぱいあるんですけど、これはもうジャガイモを、フランスに、持ってきた農学者の名前ですね。なのでパロマンティー風っていうのが聞くと、出てジャガイモを使った料理だなっていうのが分かったりとか、こういうのが分かってくると、フランスに行ってレストランでメニュー見た時も分かりやすいんです。オーダーもしやすくなるかなと思います。でも主に地方の料理が多いかな。そうですね、例えばニース風サラダ、とかパリージャン風サラダとかいうところですね。この悪魔風の時はだいたいマスタードとかちょっとピリッとした料理だと思ってもらえれば間違いない。いい香りですね。で鶏肉がこう平らになったら少しこう動かすのをやめて、でニンニクがちょっともう真っ黒になる前にニンニクは引き上げます。ここでちょっとプロの技なんですけど、焼いているこの油をこうお肉にかけていきます。これはアロゼってフランス料理で言うんですけど、これは、しっとりふんわり焼き上がる。例えばステーキ焼くときもフランス料理では必ずこの焼いている油を表面からかけていきます。
湿気を上げるのと、あとこの香りもつけながら焼く。これはフランス料理の技法になるんですだと思います。フランス料理では必ずやります。イタリア料理も多分同じようなやり方はあると思います。さあこれあのスプーンとか使うんで、結構熱いんで気をつけてください。やっていく。これだとね、ご家庭でもできそうですね。そうですね、はい。そしたら、ちょっと裏返して見てみようかなと。はい、こんな感じです。もう、気持ちパリッとやっちゃいます。うん。そうそう、まあ。僕がフランスにいる時も、まかないとかで、アラディアズ、悪魔風の鶏の料理とか食べたりとかしたこともあります。なんか、ちょっと、という意味では思い出のある料理です。まかないだと当時のレストランだと何名分くらい作ってたんですか？やっぱりお店の規模でも全然違うんですけど、僕が働いてたピエール・ラニエールだと50食。三つ星レストランは本当にスタッフが多いので、70席しかないレストランだったんですけど、スタッフは50名いたんで、もうちょっと、なんていうか、一品一品丁寧に作るっていうよりはもう大量調理みたいな。でも小さいリストロとかお店だったらやっぱり7、8名分とか作ったり、お店によってやっぱり全然変わってきますね。ここは、はい、ちょっと返してみます。はい、この辺ですね。もう気持ちがしたいところです。やっぱ焼き色ですか？焼き目を見てるんですか？焼き目と火の入り具合ですね。火の入り具合は僕らあの大体見ても音でも見ても分かるんですけど、さあこう分かんない時はちょっと押してみて、弾力こう生の時からちょっと押してるとだん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 硬くなってくるんで、それでなんか分かってくるかな。分かんない時はそうですね、一番簡単なのだと金串とかあとは包丁でもいいんですけど、金串がなかったら、こう小さい手切り焼きで刺して、で、ここの温度をこう見てみます。はい、この辺とか、あの温度すごい敏感に感じれるんで、ただあんまりやりすぎると肉汁が出てきちゃうんで、おすすめはしないです。もう本当にこれでいいかなって、最後の最後で確かめる。ね、じゃあこれで出来上がります。手を握って、いい色ですね。はい、はい、そしたら今の皮をパリッとこう音をパリパリの音が伝わると思うんですけど、で先ほどのこのマスタード、合わせたマスタード、ここから悪魔風になってくるわけです、ね、はい、ここから悪魔風にしていきます。このまま鶏のソテーでも全然美味しいんですけど、やっぱり一手間かけるとなんかお客様が来た時とかでこういう料理ってなんか喜ばれるんじゃないかなと思います。まんべんなく塗って、先ほどのパセリ缶とこれを表面に。これもまんべんなく塗ります。確かに色が入るといいですね。いいですね。はい。これ余ったパン粉また使えるんで保存しておいてください、はい、パン粉は保存だとどのくらい持つものなんですか？一体こう冷まして乾燥剤とかもしあれば入れて密閉しとけば、そうですね、1週間ぐらいは。でまたちょっと湿気できたら、さっきみたいにフライパンで水分飛ばしたらまた使えるんで、でこれをトースターとかであればトースターでもいいし、上からの天秤があるご家庭だと何ですかね、やっぱりトースターとかが一番いいのか、それかオーブンで軽くあの表面が色がつくような感じで火を入れていきます。仕上げていきます。この焼いたのをレストランなのでこう天日で焼くサラマンダーって機械があるんで、じゃあこれでやってみます。これを中に入れて、あんまり近すぎるともう本当に真っ黒になってしまうので、だいたい1分から2分ぐらいですね。パン粉がこうパリッパリでちょっとこう少し焦げ目がつくぐらいが美味しいと思うので、ここまで焼いていきたいかなと思います。家だとトースターなんですかね。お家だとこの上から焼く、うん、パンとかピザトーストみたいなのを焼くようなので、それがなかったらオーブンレンジ、オーブンレンジのオーブンか、それをトーストに合わせて、うんうん、はい、
やってもらえると。魚焼きグリル、あとグリルだと違う。できなくはないです、グリル。うん、この上からの火がありますよね、はい。見た目としてはやっぱりパリッと、軽く焦げ目がつくくらいを狙って。そうですね、軽く焦げ目がつくくらいが美味しいです。いいかな、そろそろ。お、こんな感じですかね。はい、もうこれじゃあお皿に盛り付けていきたいと思います。すごい、ボリューム満点じゃないですか。すごいですね、はい。そして、もうこれだけでも美味しいんですけど、まあ、付け合わせ、ゆで野菜とか添えてもいいですし、サラダとか添えてもいいし、ソースはなくても全然食べれます。そのままでも全然いいんですけど、あとこの今焼いた鉄板に残っているこのジュースですね。これフランス料理だと、もう何て言うんですかね、肉汁のソースっていうんですけど、やっぱりこの旨味が全部出てきてる、これに勝るソースはないってフランス料理で言われるんで、この鉄板とかに出てきてる旨味なんで、これも一緒にお皿に入れてください。あとトマトソースとかもすごく相性いいです。じゃあこちら試食したいと思います。いただきます。うん、うん、ソースなくてもね、一品として完成してます。香りと最初に入ってくる香りは何が、マスタードがやっぱり来るんですか。マスタードですね。でやっぱり食感、このパン粉がパリッとしてるのはまたあのすごくいいので、これと一緒に飲むお酒、ワインだとどんなのが合いますか。うん、白ワインもいいんですけど、僕はボジョレー地区の赤ワイン、ブドウ品種だったらガメーとか、なぜならこのボジョレー地区って三つ星レストランとかもいっぱいあるんですけど、そこの名産鳥ですね。鳥の産地なんですけど、皆さんも聞いたことあるかもしれないですけど、ブレスの鳥、鳥の中は王様と言われてるんですけど、このやっぱり鶏肉に合わせたワイン、はい、ボジョレーとかのヌーボーじゃなくて、ちょっとあのクリボジョレーとか呼ばれてる、はい、ガメのワインがいいかなと思います。はい、ありがとうございました。